皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日もアーチャー伝説で遊んでいきます。さあこちらコインですかね。おお、809コインですね。で戻りまして、今日は5ステージですね。チャプター5ですか。失われし城をですね遊んでいきたいと思います。お、結構いろいろありますね。ゲットできますね。プレイヤーレベル25までいきましたか。今26になりましたね、ちょうど。で、こちらも、あ、これ体力増えるんですね。あの、稲妻マークですよね。宝箱いけますね。どれか引けそうです。どれか、お、すごい。ゴールデンボックス、黒曜石ボックス、どっちも行きましょう。あと1時間31分後にまた引けるみたいですね。お、古文。影のローブですかね。さあ、黒曜石。お願い。おお、ペンダント、レアですね、しかも。グレート、レア、エピック装備のうちどれかが入るということだから、エピックが多分一番いいんでしょうね。で、その次はレアで、グレートと、順番的に、並び順的にそうですかね。で、融合がですね、できるようになったんですけど、3個あるとできるみたいですね。同じ、ランクも同じじゃないといけないみたいで、例えばこのフクロウちゃん、元の素材入れて、こうやって2つですね、入れて融合すると、さあ、グレートタイプのあれですね、ランクのフクロウちゃんができると。だからランク違うから、私フクロウちゃん、レアにランクアップさせましたからね。ってことは結構装備必要ですね。さあ、融合と。で、最大レベルも上がりますからね。いや、いいですね。遠距離の攻撃上げますか。近距離でしょ？地上的、地上的。外して、こちらで装備して、さあ、グレードアップして、グレードアップして、巻物の数がすごいですね。アップしますね。分解ってしたことないんですよね。してみますか、どれか。どれ分解しましょうか。指輪しますか。分解すると。すごい。リソースで戻ってくるんですね。リソースとかリユースとかなんかいろいろありますけど、リフォームとか。おー、230円で、1380円が、230円と、すごいお得ですね。さあ、では行きましょう。あ、待った、待って、危ない。ステータスアップしてなかったタレントですね、行きましょう。コインがあと6万コインもありますよ。お、回復。あの紫右下、気になりますけど、なんでしょうね。おお、接触ダメージ、耐性が増えましたね。お、HP も増えますね。右下が来ない。お、出ました、出ました。何でしょう。ヒーローパワーアップ、すごい。基本数値が 4% も。おお、これ強くなったんじゃないですか、かなり。お、タイムボーナス。レビルさんと、たくさんいただけると。今、ちょうどいただいてきたんですよね。で、レビルが上がったんですけど、26に。あと1回いけますか、いきましょう。すごい、コインの。必要コイン数が。お、火力上がりましたね。さあ、では行きましょうか。チャプター5ですね。侵入中と。新しいのが、アビリティ3つ増えてましたけど、何か分かんないんですよね。さあ、今日出たら、選んでみますか。さあ、最初は跳ね返りを、選びました。何でしょう、これ。レーザー光線？レーザー光線っぽいですね。コウモリちゃんの敵さんバージョンですか。あ、でもこれ結構厄介です。うわ、すごい、すごい、すごい、あ、レーザー光線の打つタイミングがわからない。わー、アタックブースですかね。おっと、そう、敵さんの内容も変わってますから、厄介ですね、これは。攻撃の仕方がよく分かってないから。よし、
最初レベル上がりやすいですからね。フロントアローで。で、レベル上がると最大ヒットポイントも増えますから、まあ、最初の方は敵さんのヒットポイントも少ないから倒しやすいといえば倒しやすいですけど、どんどん階層上がっていくと強くなりますからね。アタックスピードで攻撃速度速くなるとかなり連撃しますからね。倒しやすくなりますね。特に今跳ね返りとか持ってますから、跳ね返り付きの矢を増やしてアタック攻撃速度アップするとすごいサクサク倒せますよ、敵さんを。今2個出してますよね。避けられてすごい華麗に避けてますけど、悩みますね。ブーストつけてもいいんですけどね。体力増やしますか。おっと、レーザー光線が来た。おお、ダメージが、障害物関係なくレーザー光線来ますか。あ、やっぱ跳ね返りがあるからいいですね。倒しやすいですね、やっぱり。お、なんか出ましたよ。ロケットペンダントスクロール。いいですね。ガードで。シールドガード。あんまり、防いでくださらないですけど、このガード。うわ、ちょっと待って。早くないですか？うわ、ちょっと待って、早い。タイミングがつかめない。うわ、まさか、休みなくこんなに来るなんて。ちょっと避けきれない。どうしますかね。一回攻撃してジャンプ。なるほど。対策が分かりましたけど、止まってすぐ撃って、逃げて、止まってすぐ撃ってみたいな、そんな感じですかね。お、コイン。いやー、ちょっと厄介ですね。ちょっと、わ、矢をたくさん撃つんですね。おー、しかも反射してる。あー、これ厄介。あー、はみ返ってるわけじゃないですね。3本撃ってるんですね。まっすぐと左、右斜めに。うわ、撃つまでのタイミングを把握しておかないと。早いですね、結構打つのが。ちょっと、どんどん難しくなっちゃうからですね。あ、出ました。ウィングマンが新しいですね。精霊が弾を弾けるようになると。精霊？どこに精霊さんが？まだ精霊さんではないですからね。わぁ、早い。打つのが早い。まだ跳ね返ってるから倒せますけど、これ跳ね返りなかったらすぐやられてますね、多分。おっと、結構避けるのはもう上手になったんですけどね。しかもチャプター4を何回かクリアしましたからね。さあ、レベルもスマート出てほしい。お、回復しますかね。どうしますかね。回復しておきますか。うわ、岩が飛んでくる。おお、しかも不規則な飛び方。こっちに来る。お、避けましたね。さあ、今日は青汁飲んでるんですけど、他のゲーム実況でもお話しましたけど、青汁をいただいたんですけど、粉の青汁ですね。溶かすタイプで。スピードアップしますか。今牛乳で溶かして飲んでますけど、結構飲めますね。昔冷凍とかで青汁を飲みしてた時はもうかなり苦かったんですけどね、まあ、CM でも有名ですけどね、苦い、もう一杯みたいなですね、そういうコマーシャル、懐かしいですね。でも今飲んでる青汁とっても飲みやすくなってますね。しかも種類が3種類あってですね、普通のノーマルタイプの青汁と、
あと、何ですかね、フルーツミックスの味がする青汁と乳酸菌入り青汁っていうですね、もう青汁もなんかすごい世界になって進化し続けてますけど、どれも美味しいですね。まあ、水で溶かしても美味しいですからね。よかったら皆さんも飲んでみてください。さあボス戦、お、早い早い、打つのが早い。うわお、跳ね返ってる。なるほど、そうきますか。打つの早くないですよ、と、まあ、すぐ避ければ避けれますけど、うわ、ほんのちょっと重心ずらすような感じで避けれますからね。こんな感じで今のところ当たってないですね。いやーすごい、あ、当たってる。お、すごい、ちょっと早い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 。出てから1秒ぐらいにはもう動かないといけない感じですか。よし、倒しました。ダークタッチでいきましょう。いや、この子あれですよね、キャラクターがそもそも毒系なんですよね、確か。スキルがちょっと一旦一時停止すると出ますけど、左上の毒マックスですよね、もともと持ってる所持スキルですよね。うわ、そのマジシャンちゃん何、あー、近い近い。うわ、なんか飛ばしてる。ちょっと待って、あ、なんか闇オーラかなんかが近くにいるとあれ当たるんですかね。わあ、なんかあれですね、何でしたっけ、扇子じゃなくてうちわでしたっけ、なんかうちわ投げてるような感じですね。ブーメランみたいに返ってきてるような。うわー、厳しい、体力も多いですね。おお、レーザー光線すごい、いろんな攻撃が。さあ、いけますかね。あ、これ50ステージまであるんですね。まだ半分、もうちょっとで半分ですか。確かチャプター4で最大レベルが11だったんですけど、スマート使えば13か、もうちょっと上がるんですけど。お、天使はちょっと回復してください。もうアタックブーストとかつける余裕がないですね、今。あー、これも多分武器とかの、あた、当たっちゃう、500。うわ、やめてやめて、来ないで来ないで。あー、やれちゃう。多分強化が足りてないんですかね、武器とか防具の。うわお、すっごい来る。やめて、そんな打たないで。あと鬼のように来ますけど、攻撃が本当にちょっとずつずれる作戦使わないと当たりますね。さあ、ちょっとずつずれる作戦優秀ですね。お、鎧の巻物。あー、激怒にしますか。体力が少なくなると火力上がるという、まあ、実際火力が上がると結構与えるダメージ大きくなりますからね。あ、ダメ、もう瞬15。よし、なんとか半分はいけましたが、あの右何でしょう、あの光ってるの、これ何でしょう。あ、ワープ、ワープするね。ちょっと待って、トゲに当たってさよならは嫌ですね。サファイア、サファイアはあれですよね、このキャラクターを強化できるんですよね。さあ、もうやりそうでございます。ナオロ君やられちゃう時間が、あ、当たっちゃった。さあ、動画を見て復活いたしました。1回しか使えませんけどね。さあ、もう復活できないから、これでなんとかボスまで行きたい。ボスもなかなかあれですよね、武器とか落としてくれないから、本当に次のチャプターに行くためにボス倒すような感じですか。分裂しそう、やっぱり。
わあ、どう分裂するか読めないから、こっち？ちょっと離れてないといけないですか。おお、来てる来てる、危ない。よし。お、シールドが防いでくださった。ちょっと、たくさん飛ばさないで。よし、倒せそうですね。あ、召喚されてる。まあ、跳ね返りがあるからいいですか。あ、すごい飛んでくる。あともうちょっと。よし。ラッキールーレット。さあ、アタックブーストですか。ショーですね、悲しい。やめて、いや、打たないで。うわ。いやー、ほんと跳ね返りあってよかったですね。すごい。かなり削れますね。お、レベル10。お、スマート来ましたね。行きましょう。スマートで。やっぱマップがちょっと狭くなると、途端に避けきれなくなりますからね。すっごい飛んでくる。さあ、巻物もたくさんあるから、あまり強くないダンジョンでコイン稼ぎとかでもいいですけどね。強化にもコイン使えますからね、巻物だけじゃなくて。おお、すごい避けてますね、なんとか。いやー、そういえば今日野球を途中まで見てたんですけど、テレビ中継があれなんですよね。9時で終わっちゃうんでしたっけ。大体あれなんですよね、もうそろそろ野球中継が終了させていただきますみたいな出る時に限って、大体もういいところなんですよね。ありがちですけど。わあ、これ避けづらいですね。で、あれですね、9回同点だったから延長戦、今新型コロナの影響で1回戦しか、10回までですかね。本当は12回まで延長するんですけど、最大10回までしか1回だけですか、延長戦ないんですけど、そこでなんとですね、2点先取して勝ってたんですけど、さっきネット結果見たらですね、5対4で負けてました。さよなら負けしました。悲しい。もうダメです。もうそれでダメですね。もうやる気が、なるほどくんの失われてしまったやる気ですね。失われしろ、クリアできず、できずということで、35ステージですか今回。もっとレベル上げないといけないですね。右側に遠征っていう文字が光ってますけど、いつできたんですかこちら。何ですか遠征って。おお、プレイできるんですね。ちょっと今度、次回動画でお撮りしたいと思います。では、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。